おはようございます。6時。おはようございます。アレリア、アメン。それではですね、出かけたいと思います。アメン。これで見えますね。はい、おはようございます。こうして、こうですね。はい、おはようございます。それでは出かけましょう。出かけます。あ、ちょっともうちょっとますね。大丈夫かな。はい。それで出かけます。準備はいいですか。では、出かけます。今日はですね、曇りですね。今日は曇りです。今日は、まあ、曇ってますね。ちょっと太陽がですね、太陽がなんか丸く、あの月のように、曇り空ですね。皆さんお元気でしょうか。私たちはですね、その毎日の日々があります。しかし、私たちはその毎日の日々の中で、霊的な成長をしています。皆さん、いろんな問題が、あ、クルーさんおはようございますね。クルーさん、おはようございます。どうぞ朝のデボーション放送を聞いてください。私たちは、その霊的な成長をしなければなりません。多くの人たちは、思考停止になっています。多くの人たちは、間違った考えに、束縛されています。多くの人たちは行き詰まっていますね。その、なんて言うんでしょうかね。思いにおいて行き詰まり、考え方において行き詰まり、がんじがらめになっています。それは、まあ、サタンの、まあ、その、束縛の中にいるんですね。ぜひ皆さん、私たちは自由にならなければなりません。解放されなければなりません。私たちを救ってくださるのはイエス様だけです。イエスキリストの言葉が私たちを自由にします。皆さん、私たちは、真理を学んでるではないですか。真理を学んでるではないですか。私たちも、以前は、まあ、今もそうかもしれませんが、ネガティブで生きていたわけです。ね。ネガティブで生きていたわけです。しかし、今私たちは、その、ネガティブではなくて、今私たちは、その、ポジティブに生きています。ポジティブに生きています。その、イエス様の言葉こそ、ポジティブ。イエス様の言葉こそポジティブです。その、または光です。そのイエス様の、光の中で、私たちは光を受けて、見えてくるわけですね。見えないものが見えてきます。その自分の心の動きが見えてきます。
人の心の動きが見えてきます。悪魔の働きが見えてきます。神様の働きが見えてきます。皆さん、そういう、まあ、それがその現実の背景に、現実の背景に霊的な動きがあります。その霊的な動きが、だんだん見えてくるんです。だんだん見えてくるんです。だんだん見えてくるんです。ぜひ皆さん、その霊的な戦いの中で、霊的な戦いの中で、私たちはいろんなものが見えてきて、いろんなものが見えてきて、そして、その私たちはその思考停止から解放され、真実が見えてくるわけです。イエス様が言いました、ね、人の目の中の、ね、塵を取らせてくださいと言ってはいけないと。自分の中の、阿弥陀さんおはようございます。自分の目の中の針をです、まず取りなさいとおっしゃいました。自分の目の中の針とは何でしょう。じゃあ皆さん、朝のテスト、朝のテスト、目の中の塵というのは、まあ、人の罪のことですね。人の罪の罪のことです。では自分の目の中の針とは何でしょうか。はい、テスト答えてください。進行してから腰痛が治った、アメン。自分の目の中の針とは何でしょうか。はい、答えてください。そうですね、針というのは屋根を支える、そうですね、自分の罪、自我、そうですね、ピンポンです。まあ現在のことではないかと思うんですね。現在、つまり自分の大きな大きな罪、そのこんな太い柱が目の中にある。皆さん、現在っていうのはね、太いちっちゃな罪じゃなくて、ちっちゃな罪じゃなくて、大きな大きな罪ということです。つまり現在ですね。その現在が私たちの目の中にある。まずそれを取ることが大事です。で、それを取るというのはまさにイエス様を信じる。皆さん、イエス様を信じるというのは、大きな大きな罪が許される。そう、オリジナルシーンですね。よくわかりますね。オリジナルシーンです。大きな大きな罪がイエス様が取ってくれる、大きな大きな罪をイエス様が取ってくれます。そしてその信仰によって、信仰によって罪が許されると、最近勉強してます。素晴らしい。大きな罪が許されると、その人の罪も取ってあげられるようになります。自分の中に大きな針が、目の中に大きな針があったら、人の罪も取ることができません。罪の悔い改めです、エイジさん。皆さん、世の中の人たちは自分の目の中に針がありながら、人の目の塵を取り合いしているわけです。つまり取ることができないということですね。人の罪を取ることができません。しかし、私たちがまずイエス・キリストを信じて、
イエス・キリストを信じて、大きな罪が許されたならば、大きな罪が許されたならば、人の罪も、取ってあげることができます。私たちは、人を責めて、傷つけ合うような生き方から、人の罪を許して、罪を取ってあげるやり方ができるんです。神の愛が人の罪を取り除きます。罪を取るということ、それが十字架ですが、神の愛が初めてその罪を取ります。神の愛がその罪を取り除きます。ですから、私たちは人間関係において傷つけ合う人間関係は愛がないと言ってもいいでしょう。傷つけ合うということは愛がないということです。愛があって初めて、愛し合うことができ、愛があって初めて、人の罪を取ってあげることができるんですね。人の罪を取ってあげることができる、または聖書的に言えば、愛が罪を負う、愛が罪を負う。皆さん、日本の罪は神の愛で負う必要があるのです。人々の罪は神様の愛で負う必要があるのです。解決は神の愛しかないのです。皆さん、すべての解決は神の愛しかないのです。神の愛がなければ何も解決しません。皆さん、すべての人間関係、すべての問題は神の愛で解決できるんです。神の愛で解決できます。皆さん、もし悩んでいたら、神の愛の方法で解決してください。皆さんの問題ありますか？皆さん、問題を持ってる人手を挙げてください。問題を持ってる人手を挙げてください。はい、問題持ってますよね。その問題の答えを皆さん知りたいでしょ。その問題の答え、それは神の愛を表すやり方ですね。神の愛を表すやり方、それが答えです。皆さん、どうすれば神の、愛はどういう形なのか考えてください。神の愛がどういう形か、皆さん自分自身で、ね、その正しい答えを、考えてください。神の愛が、その神の愛が社会を変えるのです。神の愛が人間関係を変えるのです。神の愛が、ね、私たちの心を満たします。神の愛が私たちの心を満たします。ぜひ皆さん、人生の答えは、ここにあるのです。天に宝を蓄える、そうですね。神の愛で生きていくならば、その天に宝が蓄えられていくと言ってもいいでしょう。
神の愛で、神の愛で生きていくならば、その、人生が、まあ、なんて言うんでしょうかね。楽しくなる。人生が楽しくなります。多くの人は、ね、その神の愛がないために楽しくないのです。楽しくないのです。ぜひ、皆さん、その、神の愛の中で歩んでください。神の愛の中で歩むんです。神しか満たされないですね。そうですね。神しか満たされません。神様しか満たされません。ぜひ今日一日もですね、皆さん神の愛を求めてください。今日一日もですね、私もね、皆さんに語るだけではありません。私もですね、自分で、いつも反省してですね、悔い改めて、あれは愛がなかったな、あの言葉には愛がなかったな、あの行動には愛がなかったなと悔い改めています。そして次回はこうしよう、ひどいこと言っちゃったから、いや次回は優しく言おうとか、ひどい、態度を取ってしまった、いや次回は、優しい態度を取ろうと、絶えず、悔い改めます。絶えず悔い改めます。そして本当に、私たちは神の愛で人の罪を、負うことができるんだ。神の愛で社会が良くなる。神の愛で人間関係が良くなる。皆さんそのことを、信じてやってみてください。ね、皆さんの、人間関係は良くなります。皆さんの人間関係は良くなります。皆さんは、そういう、神の愛の、実践が必要であり、訓練が必要であり、それによって皆さんの人生は、素晴らしくなります。第一コリント13章の神の愛にもっと触れたいです。愛は寛容です。愛は親切です。愛は寛容である。愛は親切です。あ、USS さんおはようございます。皆さん、その、日本にリバイバルが、来ようとしていますが、私はその日本に来るリバイバルを、愛のリバイバルと言っています。愛のリバイバル。つまり、愛が増し加わるリバイバル。もう、愛のない、その、砂漠のような日本社会がですね、この神の愛が満ちる。神の愛が満ちてですね、愛が広がるような、愛が広がるような、そういうですね、ちょっと場所変えましょうかね。今日ちょっと、ベンチの位置を変えましょうか。ね、愛のリバイバル。皆さんの人生が変わります。皆さんの人生が変わります。皆さんの家族が変わります。では、アジサイ。これ、何でしょう、ガクアジサイかな。ガクアジサイでしょうか。
そしてそれを期待しましょう。皆さん、何に期待してするんですか？神様に期待するんです。何に期待するんですか？神の愛に期待するんです。人間の力は、ね、肉の力は何の益もないと書いてあります。肉の力は何の益もない。神の力こそ、ね、命であり、そして神の愛は、奇跡の力、奇跡の力、癒しの力です。神の愛がですね、皆さん、素晴らしいことが起きるんです。素晴らしいことが起きるのです。神の愛に期待するのですね。私たちは、私たちの中に神様が来てくださったんです。イエス・キリストを信じると、イエス・キリストを信じると、あ、ベンチ、前に来たことがあるベンチですが、ちょっとこのベンチ座りましょう。ちょっとベンチ、すぐに腰パッドしてですね、そしてちょっと麦茶を飲みます。はい、神の愛が人を変え、神の愛が奇跡を起こし、神の愛が癒しを起こします。皆さんに必要なのは神の愛なんですね。欲ではありません。欲では何も起きません。欲を求めてもね、虚しいだけ。欲を求めてもそこにはですね、むさぼりがあるだけ。欲があってもですね、そこには何でしょうか、虚しさしかないですね。虚しさしかありません。しかし神の愛によって奇跡が起きます。神の愛によって何かが変わるんです。不思議なことが起きるんです。奇跡が起きます。ぜひ皆さん、そのような神の奇跡をですね、求めるのです。神の愛を求めるのですね。神の愛を求めるんです。そこに、神の愛のうちに平安があり、喜びがあり、神の国があります。カズヤチャンネルを見ていたけど見なくなった。アーメン。皆さん、そのイエス様の教えをしっかりと理解することです。イエス様の教えを理解し、そして求めるのですね。イエス様のイエス様の教えをですね、しっかり理解して、そして求めるんですね。その教え通りに、その教えを守ることですね。守ることです。素直に神様を信じられる人って幸せだよね。素直に神様を信じられる人って幸せだよね。アメン、アメン、アメン。結構ここは目の前にですね、通勤の人が結構
構通勤の人が取って、通る通り道ですね、ここはね。はい。イエス様を信じたら人生が360度変わりました。南さん。360度じゃダメじゃないですか。180度じゃないですか。人生が180度じゃないでしょうか。一回転しても同じとか同じとかです。720度は2回転ですから、やっぱりあまり変わってないということじゃないでしょうか。それじゃあですね、ちょっと早いですが、あ、港さん180度、ピンポン。それでは、明石タイム行きましょうね。明石タイム。イエス様を信じて、ね、神の愛が分かった。イエス様を信じて、神の愛が社会にも必要であり、自分にも必要だということが分かった証。神の愛によって奇跡が起きることが分かった証、体験した証。スタート、スタート。スタート。弱い者にも愛をください。空手やめました。空手やめました。最近バイク乗らないんですか。乗りたいんですが、ちょっと乗れないんですね。お酒を出すことができました。もう無理しなくていいんだ。もう無理しなくていいんだ。イエス様の愛に触れ、人生のやり直しをいただきました。これでいいのだと気づきました。イエス様のことをもっと知りたくなりました。悪コメも信仰人生の前兆だ。僕は弱い人間なので神の愛は無理だと思います。逆ですよ。弱いからこそ神の愛が必要なんですね。弱いから神の愛が必要です。この放送でイエス様を知り、信じるようになりました。アメン。神とイエスと聖霊は本当に一つなんですか?本当に一つです。キューちゃん配信を見て悪コメをやめました。アメン。神様は弱い者の味方です、ね。神様は弱い者の味方です。偶像崇拝やめました。
この放送でイエス様を知り、愛を知りました。この放送でイエス様を知り、愛を知りました。この放送で毎日笑って生活できるようになりました。アメン。アメン。何が真実か知ることができました。素晴らしい。素晴らしい。何が真実か知ることができました。規則正しい生活を送るようになりました。規則正しい生活を送るようになりました。素晴らしいですね。素晴らしい。貧しい人が幸せになりますよ。イエス様の存在を知り、救われました。イエス様の存在を知り、救われました。背景の緑も神様の恵みだと思いました。アメン。アメン。お金より大切なものを見つけました。お金より大切なものを見つけました。アメン。神様ありがとう。私でも生きていいんだ。神様ありがとう。私でも生きていいんだ。アメン。アメン。以前はぼやぼやしていた。しかし一刻も早く信仰せねば。アメン。アメン。サラリーマンにも神の愛は届くのですか？神様はすべての人に神の愛を知ってほしい。すべての人に神の愛を知ってほしいのです。痩せて健康的になりました。痩せて健康的になりました。父ちゃんを憎んでいましたが、今では仏のような人だと。仏のような人。どうやったら国家試験を受かりますか？お祈りしてください。イエス様を信じて祈るのですね。イエス様を信じて祈ってみてください。で帽子、これダイソーです。ダイソー。ダイソーで買った帽子です。キリスト教を信じたら会社での評価が上がった。キリスト教を信じたら会社での評価が上がった。アメン。天国大学から天国会社に永久就職したいです。アメン。アメン。30年間育ててくれたのは親だと思っていたけれども、いいや、神様が育ててくれた。アメン。隣人の台湾人のために祈っています。アメン。心の底から笑ってなかったが、笑えるようになった。皆さん、油注ぎで解放なんですね。解放。油注ぎによって人々の心は解放されます。で、解放されると、心の奥から、その、笑えるようになるんですね。トンチンカン牧師だと思っていたけど、平和を愛する牧師。アメン。
天国会社の霊的サラリーマンになりたい。感動しました。僕も Q さんと同じ道を歩みたいです。アメン。素晴らしいです。素晴らしいです。なんだかんだで毎日聖書の言葉を聞くからね。なんだかんだで毎日聖書の言葉を聞く。アメン。安倍さんも LTL で洗礼を受けてほしい。アメン。近くの教会に行ってみようと思いました。カリスマ派をお勧めしますので、その近くに、カリスマがあるかどうか、問い合わせてくださいね。なぜあのカリスマをお勧めするかというと、やはり油注ぎが必要なんですね。油注ぎが必要です。安倍さんが LTL に来たら歓迎しますか？もちろん歓迎します。この放送のおかげで万引きやめたくなった。アメン。カリスマをおすすめしますね。カリスマをおすすめします。考え方が危い牧師だと思っていたけれども、キューちゃんの方が正しかった。ありがとうございます。法定速度を守って運転するようになりました。こんにちは。法定速度を、守って運転するようになった。アメン。油注ぎは最大の愛です。エイジさん。はい。御霊の実は、愛、喜び、平安と、あ、違う、お元気ですか？はい、はい。御霊の実は、愛、喜び、平安と言いますね。愛、喜び、平安。つまり、油注ぎによって、愛、喜び、平安、それが得られるのです。油注ぎがあってこそ、神の愛があるんですね。神の愛があり、喜びがあり、喜びがあり、そして平安があるんです。キリスト教は古くてダサいと思っていたけど、長くてかっこいい。キリスト教は古くてダサいと思っていたけど、今長くてかっこいい。アメン。アメン。僕もキューちゃんのように油注ぎマスターになりたい。油注ぎマスターになりたい。甲府の刑務所から来月出所する人が洗礼を受けます。アメン。アメン。この放送を見て母親も泣いています。この放送を見て母親も泣いています。
天国ポイントを貯めて天国に行きたいです。あのですね、天国ポイントで天国に行けるのではありません。天国に行くのはイエス・キリストを信じるという信仰で天国に行けるんです。信仰で天国に行けます。そして天国に行けるということの中で、天国を行けるということの中で、その天国ポイントを貯めることができるのです。天国ポイントが貯まったら天国に行くのではありません。天国に行くのは信仰で行けるんですけれども、そして別にイエス様の教えを守ることによって、神の御心を行うことによって天国ポイントが貯まっていくのです。ですから皆さんは信仰でこの放送を毎日のように見てることによって、皆さん天国ポイントが貯まっています。皆さんが祈るならばポイントがついて、皆さんが聖書を読むならポイントが貯まって、皆さんが愛の行いをするならばポイントが貯まって、この放送を見るならポイントが貯まるんです。ぜひ天国ポイントを貯めましょう、ね、天国ポイントを貯めましょう。天国に行った時に、その報いを受け取ることができます。その、天国に行った時に、天国に行った時に報いを受け取ります。傲慢な心の持ち主だと思っていたけど、ナイーブな牧師ありがとうございます、偶像から解放されます。偶像から解放されます。アメン、アメン。どん底借金地獄人生からわっしょいスーパーナチュラル人生。皆さん喜びましょう、ね、信仰がある人は喜びましょう、私たちは、喜んでいいのです。喜んでいいのです。神様がおられるんですから。皆さんの中に神様が来てくださったんですから、私たちは喜んでいいのです、イエス・キリストを信じる信仰で私たちは神様と和解し、神様が私たちの心の中に来てくださったんです。皆さんは神様を持っていると言ってもいいかもしれません、私たちは神様を持っています。心の中に神様がいるのです。仕事を辞め信仰に生きる決意をしたら親が泣いて喜んでくれた。アメン、アメン。天使に見られても恥ずかしくない行動を心がけたいです。アメン。世界の共通語は英語じゃなくて笑顔だと思った。アメン。素晴らしい。世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思った。素晴らしいですね。10倍デーは日曜日ですね、10倍デーは日曜日です。日曜日は、ね、油注ぎが10倍、日曜日は油注ぎが10倍です。
イエス様が33歳で亡くなったのは本当ですか？本当です。本当です。およそね、正確じゃないですが。およそ33歳ですね。女性に告白されました。しかし恋愛しませんときっぱり言った。素晴らしい。素晴らしいですね。賛美歌に国境はないと思った。アメン。アメン。日曜日ですか。ありがとうございました。天国に行って若返りたいです、天国に行って若返りたいです。アメン。アメン。天国に行って若返りたいです。アメン。日本人の罪深さが分かりました。賛美が最大の愛です。賛美が最大の愛です。キューちゃんの笑顔につられて毎日楽しいです。アメン。イエス様の手には釘の跡がありますか？あるそうですよ。イエス様の手と足に釘の跡があるそうです。オイルばかりで希望がないと思っていたけど、天国が希望だ。天国が希望だ。置いても天国が希望だ。アメン。この放送の最終回はいつですか？わかりません。いつ最終回かわかりません。じゃあ頑張ろう。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきましょう。あと30年。あと30年放送を続けてほしい。そうですね。油注ぎは聖霊の注ぎと言ってもいいでしょう。聖霊様が、こう注がれる。聖霊様が注がれる。それが油注ぎと言っていいでしょう。しかし皆さん求める必要があります。聖霊様を求める。神の愛を求める。神を求める。それが、必要。牧師はこの世の死への恐怖はありませんか？ないと言ったら嘘になるでしょう。ないと言ったら嘘になりますが。しかし、天国を、信じています。天国を信じています。そして、楽しみにしていますね。早く天国に行きたいとも思っています。早く天国に行きたい。しかし、この地上でもやるべき仕事があります。一人でも、救うという、神様の働きをして、神様の働きをして、そして、神様が、天に召すときまで、もう忠実に歩みたいと思います、私たちが死ぬのも生きるのも神様の御心です。神様の御心で私たちは生きていてまた死ぬのです。ですから皆さん、私たちは、
その精一杯イエス様のために精一杯生きるのです。そして、私たちは、ね、天国に、行くのです。ぜひ皆さん天国行くことが私たちの希望です。希望です。楽しみです。ですから私たちの本当の命はこの地上の命ではなく永遠の命が私たちの命です。永遠の命が本当の命です。肉の命は一時的です。肉の命は一時的です。しかし、天国の命、天国の命がですね、それが本当の命です。そこに希望を置きましょう。そこに希望を置くのです。それではですね、ファイナルメッセージですが、そうですね、ファイナルメッセージ。はい、じゃあちょっと借りながらね、借りながら行きましょうか。はい、では行きましょうか。今日私たち学んだのは、神の愛が、ね、答えだということですね。神の愛が答えです。すべての問題の答えは、ね、神の愛だということです。どっちが愛なのか、ね、A なのか B なのか、ね、どっちが愛なのか。それを私たちは、この考えて、神の愛がある方、ね、神の愛がある方をですね、私たちは選ぶ必要があります。皆さん、しっかり、刻んでください。答えは何ですか？すべての問題の答えは、すべての問題の答えは、神の愛ですね。神の愛が、すべての問題の答えです。皆さん悩むことはないのですね。皆さんはもう答えを知っているんです。皆さんは答えを知っているんですか。その、答えの方を選べばいいのです。私たちはいろいろ悩みます。どうしようどうしよう、悩みます。しかし、失敗いりません。イエス様がおられます。神様が、ね、問題をご存知で、神様が問題を解決してくれます。私たちは、その、いろいろ悩んでしまうのは、その神様の力を忘れてしまう、神様の存在を忘れてしまうので、いろいろ悩んでしまいます。ですから皆さん、いろいろ悩まないで、ですね、神様をいつも目の前に置いて、
神様を目の前に置いて、神様はいつもそばに助けてくれることを信じましょう。神様が働くことを期待するのです。神様に感謝するのです。神様が皆さんの生活の中で働いてくださり、そして、いろいろな良いことを祝福してくださることを信じるのです。イエス・キリストにあって、皆さん、イエス・キリストにあって、神様は祝福してくれるのです。祝福してくれるのです。イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって、神様の祝福が訪れます。人生は、ね、まさに神様の働きなんです。皆さんの人生の喜びはその神様の働きなんです。神様の力なんです。そこに皆さんの人生の鍵があるのです。この社会の問題は神様を排除する、神の力や神の愛を軽視することですね。または全く知らないことです。多くの人は神の愛を知らないで、自己中で生きています。自分中心で生きています。そこには、悪魔が働きます。皆さん、私たちは悪魔が働かないようにしなければいけません。悪魔はですね、悪魔が働かないような生き方、悪魔が働かないような生き方、それを求めることが大事です。バイバイ。はい、今ちょっと信号待っています。死にたいです。死にたい。はい、ちょっとなんか切れちゃったみたいで、ね、どうしてくる、この辺ちょっと電波が弱いんでしょうか。この辺ちょっと電波弱いのかもしれない、ね、いつもこの辺で切れます。いつもこの辺で切れますね。場所によってですね、ちょっと電波が弱い場所があるんですね。まあそういうところで、まあ移動してますからね、電波が弱いところを取ってしまうわけですね。
おはようございます。映してます。はい、おはようございます。はい、放送してますよ。あ、いい男がいいんじゃん。まあ、わしだった。いや、どうですか、イエスさんも信じるようになりましたか。なんかね、天国に行きましょう、一緒に。ね、また地獄でいいじゃん。いやいや、地獄に行ったまさに。いやいや、いいな。一緒に天国行きましょう。地獄でいい。私はね、マリア様が好き。あ、マリア。女性が気に入ってたから。人は男だから嫌だな。人が救われるっていうのはですね、不思議です。やはりですね、求める気持ち、救われたいという気持ち、また神様をですね、求める気持ち、神様、神様にこう植え替わる気持ちが必要です。人間はそういうことの中で救われていくんだと思います。神様はすべての人を教えています。すべての人をこう導いているんですね。神様はすべての人が救われてほしい、すべての人が救われてほしいと、願っておられます。イエス様はすべての人を愛しています。すべての人を愛しています。ですから、すべての人が、ね、日々の生活の中で、ね、導かれています。すべてのことの中で、神様を教えてくれています。皆さんは学んでいます。そして真理が、分かってきました。信仰を持つ生活、なんと素晴らしい。アメン。そうです、皆さん、私たちは、イエス様の言葉を持っているんです。そしてそれは真理です。皆さん、真理を知っているか知らないか大違いなんです。真理を知っているか知らないか、大違いです。私たちは人生の真理、この世の、ね、真理、この世界の真理を知っているんです。その真理をしっかり、ね、真の内を歩みましょう。神の愛が答えたということは真理です。神様の愛で今日一日送りましょう。それじゃ招きをします、ね、今日の放送で、人生の答えが分かった、人生の答えが分かった、これから、その神の愛で生きていこう、神の愛で生きていこうと決心する人、イエス様を信じて、人を責めるのではなく、人を憎むのではなく、神の愛で人を愛していこう、神の愛で人を許していこう、イエス様を信じて愛の人生を歩もうと、そのように決心する人、アメンと言ってください。そのように決心する人、アメン。愛の人生、愛の人生、送りたい方、アメン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 。アメン。それではこう言ってください、ね、イエス様、愛で満たしてください、愛で満たしてください。人を、隣人を、自分のように愛す、愛せるようにしてください。隣人を自分のように
愛せるようにしてください。あなたを信じます。あなたを信じます。愛の内を歩みます。愛の内を歩みます。アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、そういうふうに、言いましたか？言いましたか？そういうふうに言いましたか？ぜひ皆さん、愛の道を歩んでください、ね、愛の道を歩んでください、ね、素晴らしい人生が始まります。お祈りします。天の父様、今日も放送ができたことを感謝します。私たちは愛がないものでしたけれども、イエス様を知って愛を知りました。愛がないものでしたけれども愛を受けるものになりました。神様の愛が答えです。神様の愛が答えです。私たちすべてのことにおいて神の愛で生きることができますよ。神の愛で判断し、神の愛を表し、神の愛を与えるような、そのような生活ができますよ。導いてください。教えてください。そして神の愛を守ることができますよ。神の愛で生きることを守ることができますよ。私たちの心を愛で満たしてください。十字架の愛で満たしてください。誰に対しても、誰に対しても愛を示すことができますように。リスナーの人たちを祝福してください。祝福してください。愛で満たしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、きっと、今日は、皆さんの一日は素晴らしい一日になると信じます。神の愛の一日になると信じます。ぜひ、一日一日、今日はですね、10時から英語聖書もあります。英語聖書もありますよ。夜もあります。はい、明日はツイキャスですね。明日の朝はツイキャスです。それじゃあ皆さん、良い一日を送ってください。シャローン、シャローン、シャローン、シャローン。